へいよー、キャノンスマッシュです。今日ね、かかってくるんですけど、今日はですね、シーズンが切り替わったので、進化工場バーバリアンがですね、クレロパスから手に入る、そしてこっからねダガーガールが手に入るといったところなんですけども、ダガーガールさ、ちょっとこれ使うのね、次回にしたらいいんだけど、マジックアイテムがね、そう使えるので、こんな感じでちゃんとレベル上げがしやすそうですね。俺はこれは助かるね。ワイルドカードこんな感じで使ったりして、もうすぐカンストいけそうではあるな。まあワイルドカードが必要とはいえ、うん、ダガガールはね、ちょっと次回の動画で使っていこうと思います。ということで今日はですね、この進化交渉、エイプリルフールではなかったね全然ね、うん、何も関係なかったわ。ということでこのデッキ人気でやっていこうと思います。ということでやっていきましょう。まあ強いよなこれは、まあ、どのくらい強いか実戦でねやってみます。まあ俺の予想は超強いと思うよ。まあみんなも分かってると思うけど、ただその工場を3回出すということがまあ難しい可能性があって、そこだよね。まずはいい感じにやりつつね、一旦チグですよと。あ、チェクイ入る。工場これまあ最初2回に1回進化だった場合はもう進化するんだけどね、マジで終わってたけど、まあ、3回に1回だったらちょっと大変だよな。やっぱ3回に1回大事な気するな、進化カードは。なるほど。あ、マジアチャ出して、プリンス？お、ギャングか。でもこれマジアチャ気持ちいいね。いい感じのナイトで。理由の出しつつ。オーケーオーケー、めっちゃいい受け方。さあ、こっからだよな。これ、なんならピピピピで、なるよな。さあ、行くぞー。行ってこい。来るぞ、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 来るぞ。ダイーン、ダイーン、ダイーン。強すぎてワロティングってやつです、これは。でもなんか、やばいよな。中からババ出てくの、進化ババも。いや、まあ、そうなるよな、今のな。対応とか慣れないと特にな。それはね、そうなるんですよ。まあ、1試合に1回出して、まあ、うまくいけば2回出せるけど、まあ、それで試合を終わらせるって感じかな。明らかに、なんか動きが、やっぱ、バカだよな。見たことない挙動をするからさ、ほんまにこれクラロワかってなる感じではあるけど、まあ、まず1試合目はね、まあ強いですよと。お、食べに行った宝箱。なんかブラスターの確率上げたらしいね。そのプリンセスの確率を下げて、ブラスターとそのダガーガールのやつを上げたらしい。はい、よろしく。まあ、今シーズンはね、CRL かな？ CRL がついに始まるんか。楽しみやね。さあ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 、マジアチャからの？おぉ、言うの刺さってくね。いいじゃん、いいじゃん。端前進化工場よりケズ工場とかの方が強そうだな。うわぁ、めんどくさ。まあこれは矢の雨やな。オッケーオッケーオッケー。まあ逆サイか同サイか、まあ同サイでいくか。カウントも進めたいし。クローク使ってあげて、
まあ、そこまで処理したのでかいね。まあ、ジャイコウモリとかと考えるとマジアチャは超大事で、これ人気とか何がいいってさ、やっぱ工場っていうその攻めカードが進化枠で埋まるのが嬉しいよな。心地よいそれが。まあ、マジアチャここかな。なるほどね。これはさっさと黒くしてあげて、矢の雨ザップまで行ったもんな、ディガーからの。それがこうなるよな。まあそこは理解してもらえた。まあこれも理解してもらえてる。ああ諦めちゃった。さ、無限ガイン見したげ。これがやばいよね。このどこ行くんってぐらい行くもんな。これ進化ないと、進化工場のシナジーやばいっす。正直これエリないときにポンポンってやって、対処カードなかったときに、まあ無限ガインで GG になるからな。まあここら辺だと正直まあ無双だな。余裕勝ちではある。さあよろしく。まあまずナイツだな。でさ、工場ってさ、結構その人技使ったりペッカ工場使ったりって分かると思うんだけど、なんかさ、刺さると思うタイミングでしかさ出したくないみたいな時あるじゃん。強すぎボルベが。刺さると思った時しか出したくないイメージがあるので、俺は。なんだけど、進化工場はその出さないとサイクルが回んないから、なんかいい感じに今までより出すによって、そのアグレッシブさがね、意外と刺さったりするみたいなことって結構ありそうだよね。いやー、バレルボールブレーカーか。ムカつくな。非常にムカつく。まあこうかな。でクローク使って、ほんまは右と。オッケー。さあ攻めておいで。まあゴーストだなこれ。ないと。無限ガインが下すぎてやばい。行くか。来た。みんなこれ見て、これが許されるんですか。やっぱおかしいよな。これが許されてんの。今の強すぎるもんな。おかしいよな。もう全部攻めカードにしちゃう。まずいね。それで。ちょっとまずい話すぎる。さすがにね。さすがにですよ。
はいはいはい、まあ危ね危ね危ね。ただやばかったな今のインフェ突破。いやあれやばいよな、どう考えても。なんでガインってならないんかが不思議で仕方がない俺は。もうおっと、ベンベックマンが走ってきた。それはざっけんなよな、本当に。ぬか喜びさせやがって。これ一回も当たんないんだけど俺。ウルトラレア一回も当たったことないんですけど、みんな。もう最初の時のようにもうポキューンとか言ってやってる場合じゃなくなってきてた。これナイト工場の組み合わせ強いな。あとブラスターが強え。お、待って、ダガーガールやん、相手。来た、ダッカル、ダッカル。かわいいな。かわいさアドがやばいな、これ。強いね、それは。見て、ババが、なんか、ずっと殴ってたわ。ガスケツ狙うか。なんかやっぱやりづらさはあるよな。でガスケツ。まあ。なるほどね。やりづらさはあるね。てか可愛いのがいいな。うらやましい。可愛いの羨ましい。タワーだけで抑えられてると思ってるよね。このガス欠したところのババの練り込みがさ、辛いんじゃないの。結局のとこ辛いんでしょ。まあゴーストでおちょくりでしょ。これさ、止まんないっすよね。見て、工場ガインガインガイン。強すぎるよな、やっぱ。終わってる強さ違う。実戦だとよりわかる。なんかただ出すだけになってる。そしてダガーガールは強くないっていうことが判明してる。なるほどね。なるほどね。まあもう一試合ぐらいいっとくかこれ。地獄絵図だもんな、これ。進化ナイト、進化工場。あ、着衣。ちょ、ラストやって終わるわ。いや、もう、やっぱやばいよね。やっぱり、ちゃんとやばくて安心したわ。これでエイプリルフールでエースとか言って、もし解除されたら、絶対ないけどな。だってもう制限で売られてるわけだもん。ダガーガール人気だね。やっぱ可愛いからかな。パッと見プリンセスにしか見えんもんね。まあ、ダッガルは俺が救ってるからちょっと待ってろ。で、工場に弱いのは確認したから、こうかな。あー、これそっか。まあこうなるわな。で、このババの これがね、美味しい。あー、まあ、トリトンで真ん中誘導系男子だこれ。
その進化スケはまずい。まずい。いやー、スケトラがうぜえなー。スキル使えますか？了解です。いやー、まあだからここは進化ないとからのだよな。まあまずアチャクイをこっちに出します。おーっとと、ミスってしまった。あー、それ強いな。これはガインはできなかったけど、ババアは強い。ババは強い。ガイン入る。まあそう来るよな。はい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 。ここだよなー。いやー、それ強い。まあ、ダガーガルちょっと強いな。こいつ進化向上メタか。ちょっと強い感じがしたな。まあ、結局真ん中痩せちょっと熱そうだったね。まあでもちょっと工場のめっちゃ強いとか出たなかったと思ったので、今日はちょっと一旦ここで。明日ちょっとダガーガリ使いながらまた工場やっていきます。あれなんか、ね、今。エプリフールがこれやっぱ。なんかこうやって押したらニュって出てくるんだけど。そんなことないよね。そんなことないね。こうやってやって、こうやってやってて。あれなんだ今の。ということで、進化工場ね。まあ、強さ的には、買いですけど、どんな驚きの弱体化が来るかわからないので、気をつけてください。はい。以上です。おつみしまいばい、またねー。